もしかしたら結婚の発表があるのでは、となっていますね。芸能レポーターがそういうのは、女優の深田恭子、40、とその彼氏、実業家で不動産会社、シーラテクノロジーズ、会長の杉本博之氏、46、カップルのこと。2018年に出会い、同年の冬頃から交際を始めたという両者は、もうすぐ交際5年になる。杉本さんの会社、シーラテクノロジーズが今年3月末、念願のアメリカのナスダック市場に上場を果たしました。その際、杉本氏自身が X、Twitter で、時価総額243億円という評価をいただきましたと報告。事業をより拡大し、アメリカでの成功へ邁進すると見られていますが、彼は上場のために様々なことを犠牲にして頑張ってきたと言いますから、大きな区切りではありますよね。そんな杉本さんが9月29日までに、X に、とある発表がありまして、サンジャポさんに出演させていただくことになりました。ご興味ある方はぜひご覧くださいと綴ったんです。折しも深田さんの主演ドラマも終わったばかり。約1ヶ月後の11月2日は深田さんの誕生日でもある。様々なことがあったタイミングとも言えそうですよ。前導、深田は主演映画、ルパンの娘の公開を5ヶ月後に控えていた2021年5月に適応障害を公表して芸能活動を一時休止。過労と辛労で深酒をしていたことも原因となって、心身ともに体力の限界に達した深田は、自宅で休養していたという。そんな深田さんを献身的にサポートしたのが杉本さんだと言いますよね。杉本さんの手厚いサポートもあり、深田さんは同年の9月には芸能活動を再開し、徐々に女優業も復活していきました。そして、今年の2月配信の主演ドラマ、A2Z、Amazon プライムビデオを経て、先の7月期に、福原遥さん、25、のダブル主演連続ドラマ、40分の18チルダ、二人なら夢も恋もに出演しました。同、深田は杉本氏の会社の株を保有している、40分の18チルダ、二人なら夢も恋もは、青春と引き換えに孤軍奮闘する、大人初心者の18歳の未婚妊婦と、恋愛素人の独身、大人未満女子のアラフォー女性との年の差を超えたシスターフット、女性の絆と彼女たちの分けあり男子との恋愛を描くラブストーリーという触れ込みだったが、同作はこれまでの深田さんがとにかく可愛いだけの深キョンドラマとは全く違い、想像以上のシリアスな内容で話題になりましたよね。大学に進学する直前に予期せぬ妊娠が発覚した18歳の中川有瀬、福原をめぐる周囲の描写や優秀なアートスペシャリストだけど、子宮内膜症で子供を産みにくい体質の成瀬瞳も、深田の結婚願望と仕事に対する葛藤、お互いに重いものを抱える二人の女性が寄り添い、それぞれ前に進んでいく作品でした。年齢的にも、深田さんとのシンクロを考えてしまうところもあり、よくこの作品を受けたなという声も上がりました。そんな女優としての転機にもなりそうな作品を終えた深田さん。まだ以前と比べると遅い感じがしますが、お酒もかなり控えるようになったと言い、健康的になっているのは間違いない。そういう面でも、準備は整ってきていますよね。前室の芸能レポーター。そんな深田は、杉本氏から米ナスダック市場に上場した、シーラテクノロジーズの株を譲り受けているとされ、深田が株を保有していることは杉本氏も認めている。深田さんは、それだけ、杉本さんにとっても、とても大切な人ということでしょう。交際はもうすぐ5年。杉本さん的には再婚になりますが、ゴールインするには非常に良いタイミングに思えますが、とにもかくにも、10月1日のサンデージャポン、TBS 系での杉本さんの発言には注目ですね。前導、日本人男性にとって永遠の恋人とも称される深田だが、いよいよその肩書きを返上する時が来た。画像、ついに結婚。深田恭子の5年交際彼と17歳マナ娘とのニューヨークツーショット。杉本氏は前妻との間にマナ娘がおり、アメリカで生活しているようだ。